奈です。 DJ 修行、さあ今日も難しい読み方のアーティストの名前にチャレンジしていきます。1曲目は1974年、曲のタイトルは追憶のテーマ、アーティスト名はバーバラステリーサンド。気持ちわかるなよーく見てみて、知ってる。バーバラは合ってます、ね、バーブラバーバラバーブラね、バーブラバーブラストレイサンド。あ、まあほぼ正解だな。バーブラストレイサンド、バーバラストレイサンド、バーブラストレイサンド、もうアメリカの大スターです。声変わってます。おー、いかついちょっといかつくないですか眉毛しょって、はい、ママさんいかつい言われてはい、次いきます。強めの女性ああそうね、はい、うん、2曲目は1977年、曲のタイトルは瞳のささやき、アーティスト名はクリスタルってゲイル。素晴らしい、本当ですか。続けてやってみて。クリスタルゲイル。あ、素晴らしいな。素晴らしい。よっしゃ。うん、ガエルって言ったらどうしようかと思ってはい、こういう人です。読めた。おお、綺麗ですね。目の色もグレーで。綺麗。はい。はい、三曲目は1986年、曲のタイトルは恋に溺れて、アーティスト名はロバート、うん、フォーマー、フォルマー。あー、気持ちわかるな。パーマあ、合ってる。続けて、続けて。ロバート・パーマー。あー、いいです。おー、はい、こういう男性シンガーです。おー、ワイルドでかっこいいですね。そう、あ、なんか右上のやつがバックスタイルでかっこいいですねギター持ってるかな。本当にね、うん、おしゃれの最先端でした。うん、へえ。はい、はい、4曲目は1981年、曲のタイトルは Keep on Loving You、 グループ名、あ、グループ名はレオー、 R.E.O. レオー、何ですか今。 R.E.O. そう、 R.E.O. です。 R.E.O. スピードワゴン。おー、続けて言ってみて。 R.E.O. スピードワゴン。 R.E.O. って言ってないで、 R.E.O. スピードワゴン。あ、REO スピードワゴン。はい、素晴らしいです。こういう連中です。おお、女性はあれですか、ダンサーさんですかね。あ、そうそうそう、モデルさんね。うん、モデルさん、うん、なんかヒョウみたいな。ちなみにね、大昔の1930年代の車の名前です、はい、から取りました。あ、そうなんですね。 REO スピードワゴン、ほんまや。あ、素晴らしい、すごい。はい、はい、5曲目は1979年、曲のタイトルはエスケープ、アーティスト名は ラパートルパートルパートホルメス、わー、ホーメス、気持ちわかってんな。ホルメスしかわかんない。ルパートホーマーホームホルマーホルミー子さん、ルパートホームス、ホームズ、うん、あ、ルパートホームズ、うん、おー、声通してます面白い、なんか白白ですねポーズも面白い、うんうん、いいと思います。頭良さそうな感じでしょ。はい、ね、はい、そして最後6曲目は1974年、曲のタイトルはロック&ロールヘブン、うん、ロックンロールヘブン、あ、ロックンロールヘブン、うん、グループ名はザ・ライターズブラザーズ、うん、ザとブラザーズは合ってる。ザラライライトライライライトレスライライテアウス読めザリリーですか。ライトは合ってます。うん、ザライなんとかライザ・ライ・なんとかブラザーズ、ザ・ライ・テアウス、これ難しいよね、難しい子さんです。ザ・ライチャス・ブラザーズ、ライチャス、うん、
どこがチャスですか。まあ雰囲気雰囲気大チャスブラザーズ。そう、大チャスブラザーズ。難しい。映画ゴーストって見たことある？あ、あります、うん、ゴースト。あれのアンチエンドメロディー、あ、メロディーって曲知ってる？ちょっと聞いてみてください。それを歌ってる人たち、2人組でこういう顔してます。おー、ツインズ可愛らしいですね。ちなみにライチャスっていうのは、うん、はい、道義的に正しいっていう、そういう意味ですね。はい、はい、いや今回もすごい難しい名前だらけでしたね。チャスとかちょっとよくわからなかったですけど、はい、次回も難しい読み方のアーティストの名前にチャレンジしていきます。次の DJ 修行も楽しみにしててください。ナイキ心でした。バイバーイ。